エレクトロはスパイダーマンシリーズに登場する代表的なヴィランの一人である。人間発電機とも称されるように強力なエネルギー電気を操る能力を持つ。本名はマックスウェル・マックス・ディロン。父親で会計士のジョナさんは一つの仕事に泊まれない性質だったため、マックス含む家族は引っ越しを繰り返していた。その上、ジョナさんは ひどい感触持ちで何か失敗するたびに家族に八つ当たりをしていた。そんな父親も彼が9歳になる前に家族を捨てて家を出た。それ以降、母親のアニタはマックスに依存するようになり、一人息子の彼が傷つかないよう過保護に育ててきた。そして成長したマックスがアニタに電気技師になると打ち明けると、アニタは彼が失敗して傷つくのを恐れて才能を否定し、 電気技師の仕事を諦めさせた。結局、電気工事会社の電気工事人として仕事をし始めたマックスは、ある日電線を工事している間に落雷が直撃し、電線と雷の二重の電気を浴びることになった。それでも彼は生存しており、この事故が人生を劇的に変化させる大きなきっかけとなってしまった。自らの体が強力なエネルギー電気を帯電。 操作できるようになったことに気づいた、彼は派手なコスチュームに身を包んで、エレクトロと名乗り、金品を盗むために悪事を働くようになる。銀行強盗の際に現れた、スパイダーマンを一度は打ち負かすのだが、高知初襲撃の際には、ゴム手袋などで電力への対策をした、スパイダーマンに破れることになった。以降もスパイダーマンと何度も対決し、彼を苦しめている。 2014年公開の映画、アメージング・スパイダーマン2にメインビランとして登場。役を演じたのは、ジェイミー・フォックス。吹き替えは、中村指導が担当した。オズコープ社の優秀な電気技師だが冴えない容姿と、器用な性格から誰にも好かれなかった。彼は、スパイダーマンに助けられた恩から彼に執着するようになる。そして自分もスパイダーマンのようになりたいと思っていた。ある日、 作業中の事故でエレクトロに変貌してしまい、その力をコントロールできずにニューヨークの街を破壊してしまう。その際に現れたスパイダーマンが自分の名前を覚えてなかったことや、自分はみんなから批判されて対照的に彼が愛されている様子を見たことからスパイダーマンを憎むようになる。2021年公開予定の映画スパイダーマンノーウェイホームにも登場する。 アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン、ジム・ワイズが声を担当。吹き替えは、中尾流星が担当した。ドクター・オクトパス、ホブ・ゴブリン、ハイドロマン、スクリームのドクター・オクトパス率いるシニスター・シンジケートのメンバーらと共にマンハッタンとニューヨークの街を包囲して、ゲストが乗車した取材用車両、スクープに襲いかかる。ドクター・オクトパス率いるシニスター・シンジケートが隠れる。 倉庫へと向かったゲストが乗車した取材用車両スクープを発見した後ゲストが乗車した取材用車両スクープにスパークワイヤーで攻撃を仕掛ける。反重力砲を使ったドクターオクトパスによって120メートルの高さの空中に持ち上げられて浮かせられたゲストが乗車した取材用車両スクープを地上へ戻そうと助けに入るスパイダーマンに ハイドロマンと共に二人同時に襲いかかるが、自らの電気エネルギーの電撃を撃って攻撃を仕掛けるが、自らが撃った電気エネルギーの電撃が肉体を液状したハイドロマンに当たり爆発を起こしてスパイダーマンに破れる。その後、ドクター・オクトパス率いるシニスター・シンジケートのメンバーらと共にスパイダーマンに捕らえられ、スパイダーマンの蜘蛛糸でぐるぐるに巻きつけられて、 シニスター・シンジケートのメンバーらと共に逮捕された。本名は、フランシーヌ・フライ、エレクトラとも呼ばれる。2014年発行のアメージング・スパイダーマンボリューム3-2から登場。2016年発行のアメージング・スパイダーマンボリューム4-17において、スパイダーマンに能力を消されたマックスは、ジャッカルの協力を得て、復活の計画を実行した。しかし、マックスは、 死んでしまい、本来の計画は失敗。彼のかつての恋人であるフランシーヌ・フライが力を受け継ぐこととなった。以降、二代目エレクトロとして活動しているが、マックスと異なり、肉体の分解を避けるために薬を毎日摂取しなければならない。ありがとうございます。